ナース&クラフト株式会社の深澤です。よろしくお願いいたします。私たちナース&クラフトは飛島街道の医療介護インフラを持続可能なものに整備して、健康寿命を伸ばすための地域活動やサービス、そして地域の自然資本を活用した新たな産業の創出に取り組んでいます。具体的には全部で5つありまして、1つ目が遠隔医療にも対応した訪問看護サービスの設置、2つ目が一時予防 DX を取り入れた高齢者向けヘルスケアサービス、3つ目が高齢者の医療リテラシーとデジタルリテラシーを向上する健康教室、4つ目が社会的交流を促進するコミュニティランチ、5つ目が医療介護関係人口を創出するための医療介護従事者向けヘルスツーリズムです。2019年に飛島街道内の高齢者に関するですね、介護事業者へのヒアリングを実施した結果、老夫婦世帯や独居世帯が全体の半数程度を占めていることが分かりました。また退院後の在宅療養や在宅介護見通りが非常に難しい状況であることも判明しました。このため地域の医療介護関係者の中で訪問看護ステーションの設置が優先課題として浮上し、まずは訪問看護ステーションを設置することとなりました。医療従事者が少ない島しょ部では多くの住民に医療を届けることが困難な状況が続いていました。そのため介護が必要になった場合は介護施設に入るか、離れた家族のもとに引っ越すかという2択しかありませんでした。しかし私たちの介入により在宅療養や在宅での看取りが可能となって、住み慣れた地域で暮らし続けられるという選択肢が増やすことができたんですね。さらに IoT 技術の普及によって遠隔で健康状態をチェックできるようになり、住民が健康的な生活を続けられる希望が見えてきたんです。この取り組みを通じて地域の病院や診療所の医師、介護関係者、そして地域住民は少しずつ希望を見出しつつあると感じています。特に地域に看護師がいることで健康不安が軽減されていることは大きな変化です。さらにコミュニティランチに参加していたおばあちゃんが、こんなに楽しいならもうちょっと生きてみたいなと話してくれたことがとても印象に残っています。当初部での訪問看護事業は経営的に成り立たないと言われてきましたが、昨年数年で黒字化を達成することができました。そこで次の段階としてスマートウォッチや尿検査キットなどの IoT を活用した自発的な健康管理を行う高齢者を増やして、ヘルスツーリズムを通じて全国から医療介護従事者を呼び込むことを進めていきたいと考えています。飛島街道における今後のビジョンは、一人暮らしの高齢者が健康不安を抱えることなく生き生きと毎日を暮らせる環境を作ることです。私たちナース&クラフトは今後も広島県の中山間地域のお役に立てるよう頑張っていきますので、応援をよろしくお願いいたします。